皆さんこんにちは。今回はドラマ共演がきっかけで結婚した意外な芸能人夫婦をご紹介します。妻夫木聡さん&舞子さん。2012年7月期に放送されたオムニバスドラマ東野圭吾ミステリーズの第6話、シャレードがいっぱいで共演し、ドラマの打ち上げの席で意気投合して交際に発展したと言われています。2014年8月にスポーツ紙に真剣交際が報じられて熱愛が発覚。双方の事務所ともプライベートは本人に任せていますと熱愛を否定しませんでした。それから約4年の交際を実らせて2016年8月に結婚しました。田中圭さん&さくらさん。2009年1月期に放送されたドラマまっすぐな男での共演を機に交際をスタートさせ、2011年8月に結婚しました。ただ結婚を発表した当時、さくらさんは妊娠5ヶ月で、いわゆるできちゃった結婚だったことや、田中圭さん自身もちょうど人気が出始めていた時期だったということもあり、ファンからは落胆の声が多く聞かれました。また結婚後も田中圭さんがグラドルとの合コン現場をスクープされるなど離婚危機と報じられたこともありましたが、さくらさんとの結婚生活は続いています。しかしながら娘にはポンコツと呼ばれ、長女次女ともに嫌われていることを明かしています。吉岡秀隆さん&内田有紀さん。2002年9月に放送された北の国から2002遺言での共演を機に交際をスタートさせ、2002年12月に結婚しました。ドラマの中で恋人役を演じた2人がそのまま現実でも結ばれたという形ですね。なんと吉岡さんはドラマの撮影中に内田有紀さんにプロポーズをしていたそうです。ただ残念ながら結婚生活は長くは続かず、2005年に離婚してしまいます。内田有紀さんは芸能界を一時引退して主婦業に専念していましたが、離婚を機に再び女優として活躍しています。現在も内田有紀さんの活躍ぶりは目を見張るものがありますよね。萩原雅人さん&涌井恵美さん。1994年1月期に放送されたドラマ「夏子の酒」での共演を機に交際をスタートさせ、1995年11月に結婚しました。二人とも人気絶頂期だったので話題になりましたね。特に清純派女優として人気だった涌井恵美さんの結婚には多くの男性ファンがショックを受けたと言われています。さてそんな萩原雅人さんと涌井恵美さんですが、実は二人とも幼い頃に両親が離婚しており、複雑な家庭環境で育っています。それが理由かどうかは分かりませんが、付き合い始めてすぐにお互い結婚を意識したと言われています。ただ残念ながら2003年7月に離婚しています。押尾学さん&矢田亜希子さん。押尾学さんと矢田亜希子さんもドラマ共演がきっかけで交際がスタートしています。二人は2000年10月期に放送された大和なでしこ
2005年4月期に放送された夢で会いましょうと2度共演しています。そして2度目の共演作となる夢で会いましょうがきっかけで交際をスタートさせ、2006年11月に結婚に至りました。清純派女優で売っていた矢田亜希子さんは、やんちゃなイメージの強い押尾学さんとの結婚を事務所からは猛反対されたそうですが、周囲の反対を押し切って結婚しました。ただ2009年8月に押尾学さんが合成麻薬 MDMA の服用等で逮捕される事件が発生し、2人は離婚しています。藤井隆さん&音羽さん、おしどり夫婦として知られている藤井隆さんと音羽さんも意外ですが、ドラマ共演がきっかけで結婚したと言われています。きっかけとなったドラマは、2004年1月期に放送されたドラマ乱歩 R です。藤井隆さん主演のドラマで、音羽さんは第1話のゲストとして出演しています。実はこのドラマで共演する前にも、2人は一度 CM で共演しているのですが、急接近したのはドラマでの共演がきっかけだったと言われています。その後、2004年5月の事故で父親を亡くし、憔悴していた音羽さんを藤井隆さんが励ましたことで交際に発展し、父親の一周忌を終えた2005年5月に婚約発表、7月に結婚という流れになったそうです。現在も2人で CM に出演するなど、心を和ませてくれていますよね。穂坂直樹さん&高岡早紀さん、穂坂直樹さんと高岡早紀さん夫婦も、実はドラマ共演がきっかけで結婚したと言われています。2人の出会いのきっかけとなったのは、1996年7月期に放送されたひと夏のプロポーズです。このドラマでの共演を機に交際をスタートさせ、なんと交際4ヶ月でスピード結婚しています。ちなみに穂坂直樹さんは過去に銀座のホステスの女性と一度結婚しており、高岡早紀さんとは再婚でした。また1992年頃からは女優の松雪泰子さんと、当時の芸能界では珍しくオープンな交際を続けており、結婚間近と言われたことでも知られています。そんな穂坂直樹さんと高岡早紀さんですが、2004年6月に高岡早紀さんと布袋寅泰さんのダブル不倫が週刊誌にキャッチされ、それが原因で離婚しています。渡辺徹さん&榊原郁恵さん、理想の芸能人夫婦と呼ばれることも多い渡辺徹さんと榊原郁恵さんも、ドラマ共演がきっかけで結婚したと言われています。出会いのきっかけとなったのは、1984年5月から9月にかけて放送された風の中のあいつです。渡辺徹さんはもともと榊原郁恵さんのファンだったそうで、ドラマ共演が決まった時はかなり喜んでいたそうです。そしてドラマ撮影終了後に電話番号を交換し、渡辺徹さんが告白する形で交際がスタートしたと言われています。ずっと仲良し家族でいてもらいたいですね。渡部篤郎さん&村上理香子さん、渡部篤郎さんと村上理香子さんもドラマ共演がきっかけで結婚したと言われています。出会いのきっかけとなったのは、
1993年7月期に放送されたドラマ湘南女子寮物語です。このドラマの打ち上げで意気投合してそのまま交際に発展したそうです。村上理香子さんはテレビ番組でドラマの打ち上げで口説かれたと馴れ初めを語っていました。そしてそのまま1993年にスピード結婚しています。ネットで検索するとドラマ共演も結婚も長男が誕生したのも1993年になっているのですが、どういうことでしょう。時系列がはちゃめちゃすぎますね。ちなみに渡部篤郎さんと村上理香子さんは2005年に離婚していますが、離婚後も週に一度は子供2人と揃って食事をするなど良好な関係を築いているそうです。陣内智則さん&藤原紀香さん。格差婚で話題になったお笑い芸人の陣内智則さんと女優の藤原紀香さんも実はドラマ共演がきっかけで結婚したと言われています。二人の出会いのきっかけとなったのは2006年7月期に放送されたスペシャルドラマ59番目のプロポーズです。このドラマは男に不自由していない美人キャリアウーマンと年下のオタク青年が格差を乗り越えて恋人同士になるまでの姿を描いたラブストーリーだったのですが、ドラマの役柄そのままに陣内智則さんと藤原紀香さんも恋に落ちてしまったようです。そして2006年12月に結納し、2007年2月に結婚式とトントン拍子で進んでいきました。しかし結婚からわずか2年でスピード離婚してしまいました。原因は陣内智則さんの浮気と言われています。ただ現在は2人とも幸せに暮らしているようです。陣内智則さんはフジテレビアナウンサーの松村美代さんと再婚しており、藤原紀香さんは歌舞伎俳優の片岡愛之助さんと再婚しています。でもこの離婚の影響で陣内さんが結婚式でピアノで弾き語りをした小袋のあの曲はもう結婚式で流れることはなくなったとか。いかがでしたか？ドラマ共演で結婚した芸能人の方はドラマでの役柄での感情が本人に乗り移ってしまうことも多いのかもしれませんね。